も聞こえない。異端者のために門を開ける。時として異端者にも敬意は払われるものだ。部族の掟ね。この先は沈黙を守らねばならないぞ。ここは安息の地の外だ。これこそが真の自然だ、アーロイ。かつてない脅威に直面するだろう。あの死骸、怪物か何かか。ソートゥースと呼んでいる。あれは新種、イカれる機械だ。10年前から現れ、多くの義勇兵が殺された。そう。道なりだ。遠くはない。あの小屋、何があったんだ。機械だな。一体どんな機械が。これからお前が狩る機械だ。あ、なるほど。もらっておこう。
ウォッチャーの死骸、素材を取ろう。気をつけろよ。ないのはなぜ？どうして義勇団が狩らないんだ？狩っていた。機械の死骸は彼らのだ。明日再び狩りに出る。その必要はない。私が仕留めるから。注意しないと殺されるぞ。館が丸ごとやられた。そんな、ソートゥースに何と置いたんだ？質問に答えるためにここに来たわけじゃない。あれを始末するために来た。倒すの？どう倒すかはお前が決めること。この狩りはお前の狩りだ。一人でやれ。何が起きても私は手を出さん。分かったな？一人でやるんだ。見られないように高い草を使えば近づけるな。よし、それじゃあどこに罠を仕掛けよう。確か
ここに来た理由は？質問してもいいんだ。アーロイ。完璧でないと生き残れない。試したんだろ？危険な機械と戦う腕をね。いいや、来い。ここはノラ族の狩り場だ。守るべき場所。ソートゥースを倒さなければ、多くの義勇兵が犠牲になったことだろう。アーロイ、その問いにこそ学びがある。ずっとお前は己のためだけに訓練をしてきた。